ソビボール天国への道2007年撮影ソビボール強制収容所もしくはソビボール絶滅収容所は第二次世界大戦中にナチスドイツがポーランド東部のルブリン県のソビボール村に置いた強制収容所ユダヤ人絶滅を目的としたラインハルト作戦にのっ,とって作られた3大絶滅収容所の一つ1942年4月に完成し以降閉鎖されるまでの間 ここにユダヤ人、ユダヤ系ソ連兵捕虜、ロマなどが大量に移送されてはガス室などに送られた。約20万人から30万人の人々がここで殺害された。しかしこの収容所では1943年10月に600人の囚人たちが反乱を起こしており、そのうち約半数が脱出に成功している。この事件が、ジャック・ゴールド監督の映画 脱走戦線ソビボウからの脱出とヒトラーと戦った22日間に描写されている。この大規模脱走事件の後、この収容所は閉鎖された。囚人による反乱で閉鎖に追い込まれたのは数ある収容所のうちここだけで、ソビボルの名は戦後も収容所付近の村の名前として残っている。収容所の全体図3大絶滅収容所のうち、 ベウジェツ収容所に次いで完成した収容所である。敷地場所は、ルブリン地区の親衛隊及び警察指導者であり、かつ、ラインハルト作戦執行責任者であるオディロ、グロボクニクが決定した。ルブリンの東方、ウクライナの国境付近の乾村、ソビボルは、あまり人気がなく、森に囲まれて発見されにくく、かつ鉄道が通っている場所で、 絶滅収容所の立地条件にうってつけであった。このソビボル駅の西側に、ソビボル収容所を建設することが決定された。1942年3月から、クリスティアン・ビルト新英隊少佐の監督のもと、リヒャルト・トマラ新英隊隊員の指揮で、建設工事が開始された。建設工事は、民間業者の請負いで近隣の村々で検索された、ユダヤ人労働者を使って行われた。 増改築工事は収容所の取り壊しまで続けられた。ソビボル収容所の主要部分が完成した1942年4月中旬に、クリスティアン・ビルトが40人ほどのユダヤ人女性を使ってガス室実験を行った。ソビボルのガス室はコンクリートの基礎の上にレンガで作られた建物の中に3つ設けられていた。戦車と自動車の排気ガスパイプを通じて排出するもので、 ベウジェツ収容所のものとほぼ同じながら少し改良を加えたようなものであった。1942年4月28日に最初の所長として赴任してきたのは T4 作戦に参加して大量殺戮の経験を持っていたフランツ・シュタングル新衛隊単位であった。1942年8月にシュタングルに代わってフランツ・ライヒライトナー新衛隊中尉が所長となっているが、 この人物も T4 作戦関係者であった。二人ともオーストリア出身者であるが、それは黒ロボクニックがオーストリア出身者であったことが影響していた。合殺活動はまず1942年5月初めから7月終わりまでの3ヶ月間行われたが、ヒムラーは1942年7月19日に年末までのポーランド総督不良のユダヤ人の絶滅を決定したため、 これまでのソビボルの作業能率では実現は不可能と判断され、一旦稼働が停止され、三つのガス室は取り壊されて、新たに五つのガス室が設置された。五室すべてが稼働すると一堂に400人のガス殺が可能であった。1942年10月からガス殺肉が再開され、それは1943年10月まで続いた。なお殺害した遺体は、 ヒムラーの命令により、すべて焼却されていた。この収容所で殺害されたのは主に、ルブリン地方のユダヤ人であった。オーストリアや、米面メメレン保護領、スロバキア、ビリニュス月頭、ミンスク月頭などのユダヤ人も殺害された。1943年3月から4月には、ユーゴスラビアやギリシア、そして焼き尽くされた、ワルシャワ月頭からも移送者があったことが、 確認されている。1943年2月13日には、新英隊全国指導者、ハインリヒヒムラーが、ソビボル収容所に視察に訪れている。ドイツの戦況が悪化した1943年7月からは、ソビボルは、弾薬の倉庫として使用されるようになり、弾薬が多く運送されてくるようになったため、ユダヤ人輸送列車の数が減少し、結果として、 ユダヤ人殺害にも一定の歯止めがかかるようになったが、それでもユダヤ人虐殺は続けられた。さらに1943年10月14日には囚人の大脱走騒ぎがあり、日村はこの事件の直後にソビボルの閉鎖を決定した。解体作業はドイツ陸軍工兵部隊が行い、この隠滅の痕跡を消し去るため、植林による隠蔽も行われた。 1943年10月14日の大脱走は2人の囚人、レオン・フェルト・ヘンドラーとアレクサンドル・ペチェルスキーが主導して行った脱走であった。10月14日に結行日が定められたのは、所長であるフランツ・ライヒライトナー新衛隊隊とその、片腕、グスタフ・ワグナー新衛隊総長のいない日であった、ためだった。フェルト・ヘンドラーとペチェルスキーは脱走しやすくするために、 頭となる、親衛隊員たちの殺害を計画した。10月14日午後4時から午後5時にかけて5人の、囚人たちが監視をうまく一人ずつ、バラックなどに誘導して、そこで殺害していった。副所長のヨハン・ニーマン親衛隊将尉、ウクライナ兵を指揮したジークフリート・グライシッツ、親衛隊総長、囚人の金目の品の没収の任に当たっていた、ルドルフ・ベックマン親衛隊総長、 事務所勤務のヨゼフ・ボルフ新衛隊軍曹など11名の監視を殺害することに成功した。また武器庫や殺害した監視から銃を奪っていった。夕方5時に定時の天庫で集まった第一収容区囚人たちに向けてペチェルスキーが大脱走を求める演説を行い、600人の人々が脱走を図った。脱走に気づいた。 新鋭隊員とウクライナ兵は直ちに囚人たちに銃撃を浴びせたが、逆に銃を持った囚人たちの反撃を受けて次々と撃ち殺された。しかし囚人たちも監守の銃撃や周囲の地雷腹などにより次々と死亡し、600人のうち300人が脱走に失敗した。残り300人ほどが無事に森まで逃げ込むことに成功するが、このうち捕まることなく、 戦争を生き延びることができた者はわずかに50名から70名程度だったという。この脱走劇を客色した者が上記の映画である。なお囚人たちから最も悪質な監視として恐れられていたグスタフ・アグナーは、ナチス国家の崩壊後、どこの国とも犯罪に引き渡し条約を結ばない、ブラジルへ逃げ込んだため、処罰からは逃げをわせている。 しかし1980年10月に謎めいた自殺をしている。収容所の総面積は58ヘクタールで、周囲は鉄条網と堀と地雷が設置されており、さらに機関銃を備え付け、ソビボル駅から分かれた線路がソビボル収容所入口まで伸びていた。ソビボル収容所には3つの収容区と監視たちの生活区画が存在していた。第一収容区は、 労役藩囚人の作業場及び住居スペースで、料理人、材木工、電気工、仕立て屋、靴屋などの作業種類があった。約1000人ほどのユダヤ人が暮らしていた。しかし、労務班に回されたと言っても、必ずしも安全ではなく、作業能率が悪い囚人は新たに来る囚人に、次々と変えられていったという。第2収容区には収容所事務所があり、他にも、 囚人たちから没収した衣服や荷物を保管していた倉庫や脱衣のためのバラックなどが存在していた。そして第三収容区には三つのガス室があり、他に共同墓地や第三収容区で死体処理などの作業をする囚人の住居スペースもあった。監視たちは収容所入り口にあった居住区画で生活していた。列車に詰め込まれて収容所に到着した囚人はまず、 ローム班として必要なものが選別され、その者たちは第一収容区へ連れて行かれて各々の作業に当たった。それ以外の必要のないものは第二収容区へ連れて行かれ、そこで裸にされた後、パイプ道と呼ばれた鉄条網に挟まれた150メートルほどの小道を進んで第三収容区へ連れて行かれ、そこでバーデマイスターの異名を取るヘルマン・エイリヒバガーの指揮のもとに、 ガス室で処理された。到着から数時間で処理に至ったという。ソビボルの監視たちは20名ほどの親衛隊隊員と100名前後のウクライナ人義勇兵で構成され、親衛隊員が収容所の管理職について元ウクライナ兵の監視員たちを指揮する体制になっていた。ウクライナ兵監視員たちは制服が黒いことから黒の連中と呼ばれ、 新衛隊員以上に粗暴で恐ろしかったと生き残った囚人たちの多くは証言している。ありがとうございます。